疲れ様でーす。お疲れ様です。今日は久々になんかたわけとったで、久々かなってたわけとは言えたわけたわけ。ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。ちょっとうちの視聴者さん2万7000人もおるから2万7000人のファンになって一言お願いします。うちのファンにもさせん写真渡させん。もともとこの会社が立ち上げの時っていう、うん、そうだね、立ち上げの時に、うん、まあ、お世話してもらって、うん、でまあいろいろ、まあ、仕事の面でもいろいろ、うん、まあ工面してもらって、うん、でまあ独立もさせてもらって、まあ今自分でやってるんですけど、まあ生、すいません真面目な話はいいって急にお化けカメラカメラのアルバムなんかチャーって書いてるんするわ。お前年いくつだ。32で独立してどれぐらい経つ。独立して19歳の時だから19で独立。19歳だからみんな独立しようと思えばできるんだよ。まあ飛び職の会社で鉄骨もやるし、要はコメントで入ってくるのは足早なんか飛びじゃねえとか、まあ、分かるけど俺もやっとったね、はい、書く必要ないだろっていう感じそうだよね。今仕事で言ったらどこの仕事だと、まあ、ゼネコン一番上に入るとか大林がメインに動いてるんだほとんどで、そこのまあ名義人みたいなところで鉄骨の仕事も足場もやるんだろ。足場もやるんだろ。なんでお前真剣だ。狙い気持ちです。僕ですか。緊張して初めて言いました。緊張して。そうですね。でもお前さっきはね緊張してるの分かってた非常に緊張してる。でちなみにその、まあ、若い人も何人かおって、まあ今ちょこっと少ないけど一時期4人4人おったの、うん、そうするとまあ自分入れて5人っていうのは、まあさ職人さんでいうと一番目立つところなのかなってね、まあ、まず第一段階で、まあ、4、5人使ってやっていいのは、まあ、一人親が立てとして、まあ悪いわけじゃないよ、これもう悪いってあのアンチコメント来ると嫌だけど、まあ、目指すところとしてはそういうところなのかなと思うんですけど、ちなみにまあそういうね、これ視聴者さんに気になるっていうのは何金。あ、僕も気になるです。なんか具体的には気になることないんで、その金額で言わずにじゃあ なんか物とかで言おうか、毎月これが買えるみたいな。あ、僕ちょっと一つだけ言わせてもらっていいですか。毎日のようにキャバクラに連れてってくれるときはあるんですか。それはない、経費なのかプライベートの領収切ってんのか、まあ、打ち合わせ、打ち合わせ、いやいや、切ってんの七色さんも、そうそうそう、七色さんのそうミッチー君を接待かけて、うん、まあ、その、まあ、飲み代とかは別として、うん、まあまあ小遣い、まあ領収書で通って小遣いっていう言い方すると税務署がどういうか知らんだけど、まあ大体月どれぐらい自由になるっていうかさ、お金の経費的に、まあ一本はあるぐらい、一本はあるぐらい、二本はない、1000円ぐらいな、1本以上2本以下、そうそう、ね、まあ一本の数は俺クラスなんで一本1億1億ぐらい自由なのかな月俺は。仕事ってどうやって取ってきた。まあ、最初は本当にもう、うん、あの当時みたいにノリと勢いじゃないけど、うんうん、アホやって、うん、でそれがまた可愛がられてって、あ、現場行っていろんな人に見てもらうっていうか、自分が、まあ、人付き合いから始まった、うんうん、まあ、そうだよね。現場に金が落ちとるってよく昔言われたけど、要はいろんな元請けさんも見とるし、うんうん、結局鍛冶屋さんとかも見とるし、設備屋とかも見とるし、ちょっとトビさん足場今度頼めんとか、そういう話もあるしな。ある、うん、あるよな、現場で。だからその自分でもその仕事を覚えていくじゃん、うんうんうん、でそれでやれるようになって、うん、結局まあ誰にも負けたくないみたいな、うん、まあまあそうだよな。あ、ほんでそうやって顔を売って、でその昨日も、まあ、こうそういう話もしたんだけど、その、うん、どうやって、それは自分の顔じゃないですかみたいな、うん、僕らがじゃあ今から違う仕事するにも、うん、もう顔がない時点でダメじゃないですか、うん、そういうわけじゃなくて、本当にこう今の元請さんも誰かの紹介とかじゃ全然なくて、うん、普通に付き合いして最初はそのまあ、常用っていう形で使ってもらったのが、うんうんうん、お前らならできるかやってみるかとかから始まっ て、あんで請負いとかもやれるようになってって、もう今独立した時って別に、まあ、まずは体を動かすことが無理じゃん、うんうん、そうなんですね。で俺らみたいな下請けだよって、まあ、視聴者でも見とってさ、先輩たちと4、5人でやってる子たちってそんな主要なとこ触らせてないじゃん、うんうん、だから結局じゃあなんで顔を売るかって言ったら、俺なんか材料だけより負けずに運ぶとか、そうそうそう、ね、ひたすら競り上げとか解体がもうバッカバカやったって、難しいところになると、いや何やったらいいですかみたいな、僕行きますよ、うん、そう、そんな感じだよな、うん、まあ、毎月カローラ買えるぐらいか、うんうん、稼いどるとして自分からその電話の営業とか知らんところに営業かけて仕事取ったことってあるの。
いや電話はないね。結局どっかの誰かが、うん、紹介とか、いや紹介じゃなくて自分の仕事を見て、うん、声かけてきてくれると、うんうん、こととかはあるけど、うんうん、その自分が全然知らんところにじゃ電話して、うん、どうですかちょっとうちやるもんで使ってくださいっていうのは、うん、まだないね。そうなんだよ、多分俺視聴者でさ一番独立で悩んどる子ってなんか営業しなかったとか、うん、誰かに電話しなかったやっぱ思わん、うん、会社なんだから、会社にするんだったら独立するんだったらどっかに営業行かなかんのじゃないか。俺それすっごい思ってると思う。俺も思ってたし会社やった時だけど、そんなんじゃないじゃん、うん、別にそんなんから仕事なんか別にぬらへんし、まあ、ある程度うちみたいに大きくなりゃね、大きいとこ対大きいとこみたいな話でビジネスの付き合いって始まると思うんだけど、だからうちの会社になってきてもやっぱ大きいゼニコンとかまでがいるのよ。サブコンとかから突然会社に電話かかってきてね、塗装やってもらえますかとか来るのと同じで、なんかお互いがやっぱ需要と供給探してるから、なんか知らん人に電話して仕事させてくださいっていう世界じゃないじゃん、職人の世界って。特にね現場叩かなかんやつだもんね。なんで自然と大きくなってきたみたいな感じだろ。そう、まあ、もちろん頑張らなかんだろうし、いやよくあるよな、アンチコメディもう俺削除しとるもんで、もうあんま見てないかもしれないけど、なんか単価が安すぎるだとか、じゃあほんで足場あんまり速いの見せると単価が下げるからやめてくれとか書いてくるやつも、まあ、ほっちゃおうかなと思うんだけど。俺単価じゃないっすもんね、うん、そうそう別に関係ないし、ね、俺はもう安く提供できた方がいいんじゃないの、本当に思うから。いいものを安く提供したやつが勝ちなわけじゃん。そうですね、値段じゃないよっていうのは品質が高ければ別にいい値段だ取ればいいし、別にね自分たちのさ、で自分たちがもうその世界に一つしか作れんもの、足場とかね鉄骨でも、うん、俺らしかできんっていうのは別にいくら取ってもいいと思うのは、1人10万取ろうが20万取ろうが、その代わり大量生産できないものを作り込むわけだからさ、だから俺は別にそれは別にいいと思うんだけど、なんかコメント書くやつってさ今日のことしか考えてないけどさ、うん、なんか費用対効果が悪いとか、朝早いし夜遅いのに、うん、なんかパートさんと変わんないレベルの仕事だとか、はい、だけど職人の世界ってそうじゃないじゃん、ね、夢があるっていうかバカでもね、あの成功できるっていう世界じゃん。そうっすね、うん、それをなんか勘違いしてごちゃ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 書いてくるやつ多いんだけどもうデレッデレッと言われちゃう。別にいいと思う、最近なんかもう別にいいやもう別に見てくれる人は見てくれいいやみたいなね。それを言わんと言いたいことが伝えないっていうのがある。別にアンチさん の悪口は言いたくて言ってんじゃないからね、アンチさんアンチさんっていうか書いてあることをちゃんと言わないと伝えたいことが伝えねえんだ。いつもオブラートに包まなくなっちゃうので、はい、伝えたいことが伝えねえんかなと思うから言うんだけど、はい、だからまあみんな、うん、まあ、独立しがいいかなと思います。でもちろん本当についていくこと学ぶこと、人の下について給料安い高いやん、それ大した悩みじゃないし、ね、そうですね、うんうん、金の使い方も覚えるし、金ない時の方が金のねありがたみも勉強できるで、俺は別に、うん、もう俺もこうやって赤字も出したり、ね、いい時もあるで別に関係ないしな、うん、だって金の使い方もそう変わらんじゃん、はい、いい時も悪い時もあんまり変わらんじゃん、はい、それぐらいもう死に物でもな、本当にケチだったもんな、ケチだったもうケチすぎだ、めちゃくちゃケチだったな、うん、まあそのね、でもケチって言っても従業員だから使ってるな、給料も自分にケチだった、うん、自分に本当にめっちゃいいこと言うな、ここはカットしても死にませんよね全然給料も良かったしな、給料良かった、うん、だけど俺はもう自分には本当使わなかったよな、使う自分に本当にしちゃった、うん、使ってくださいね編集さんここいいところだなめちゃくちゃ締めにふさわしい最後全部持ってくで俺がまあそんな感じです。ちょっと長くなりましたけど、まあ独立してまあ45人、まあ、30いくつ、まあ、17、8からやって、まあ、10年だけど、本当に別にまあな、こうやって YouTube 見てる子よりはよっぽどクズだったな俺、まあ、俺も俺もみんなそうじゃあみんなもこういう社長だもんで、ね、クズ独立する時ってそうじゃん不安じゃん本当に俺なんかできるんかみたいな。でもそこがあると思うけど、まあ、別に誰でもやれるしな誰でもやれると思うんだけど、そっからスタートだよね、うん、で一人二人で、まあ、回っていくことなんかなんとでもなるから、うん、そっから先どうやってね人が憧れるような会社を作っていくっていうのが、まあ、難しいところではあると思うんですけど、じゃあチャンネル登録といいねぜひ本当にね、はい、してください。またねー、またねー。緊張しろよ。いやいや本格的すぎてさ、もうこのライトと、で この三脚と三脚これがすげえ緊張する。三脚三つ立つ気なんかないっすかねあんまりね、大体一人カメラ持ってるんで、大体一人二人は